国士館大学。国士館大学は1917年に柴田徳次郎により創設された私塾である国士館と、それに続く旧正中学校が母体となって設立された大学である。元来は青年期における人間形成を目的とした中等教育機関として発足しており、大学の設置は比較的遅い1958年である。現在、 三キャンパスに七学部重研究家を有する。物質文明の兵備に甚だしく、人はただだ、科学地を重んじて、特性関与を忘れる教におて教育とはただだ、科学地の値が至るのみこれのごときはただだ、物質文明に終わる、精神文明なくして、国家兄についたちの安きを縁や、けだし精神文明は、物質文明を統一指導するものなり、成功の武器。 一万修羅列するも、兵士たっての運用するに、昼よりは、戦場に、何の効果なからん。個人は、精神文明と、精神教育等を、この際に衝動して、国家の忠責たる知識を養成せんことを期す。一国の最高学府は、羊田天下に公開されざるなり、もし公開される,るとするも、ノート式の講義は、単教士学のみ、その特書高等新水なるがごときも、 ついにこれ形式範ちのみ、何らの情熱なく、信念なし、人を化するの力なし、形式、規則、規律、試験、これ今日のいわゆる教育なるものなり。五人ここにおてか、拓落ち吹き高く形式の外に立つの死により、膝を講えて親しく活学を講ずるの道場を、解説せんと発す、法三章ただが真にしたり弟たるの定義によって、これを維持せんことを期す。 来たる者は拒まず去る者は追わず、アクアヒル他の来たばなく、ただだ自ら守る、礼節を尊ぶのみ。思考してこの道場は大事力を払むの景気たるを着す、老愛わずかに膝を、姿、ルルの一生寺五位あたりといえども、大正維新の松陰塾たる効果あらん、一心足つけ一万能を始めて、ようゆべし、我が道場の着する書は、心がくなり活がくなり、信念の交換なり、 理を説いて理に出せず、術を語って術に溺れず、絶当一万優を、とどんして、法上裏に風雲をまかんとするにあり。出典1917、大正六年十一月四日に、青年大民団と国士官の兵器で配布された、配布物。国士官における、教育指針の三大要項、読書、体験、反省と四条目、誠意、勤労。 見識、気迫の訓話を学校法人取得学園設立時に寄付行為と定めており、大学の理念の根底とはなっている。成人取得を志し、普段の読書、体験、反省により、誠意、勤労、見識、気迫を寛容し、もって道義日本を建設し、世界の平和と新運とに貢献する優位の人材を、養成する教育を行うことを目的とす。 出展。1919、大正8年11月4日、私塾国士官入学式君は、寄付行為は1952、昭和27年10月10日に、旧文部省によって認可され、その後改定されていない。体育学部があり、警察への就職は多い。大学ランキング2017年版採用ランキングによると、国士官大学は自衛官10位。 警察官2位、消防士1位である。また、体育学部、文学部の一部学科、専攻では、それぞれの所定の教職課程を修了することにより、養護教諭一種を取得することができるカリキュラムが用意、されている。21世紀アジア学部においては、大学院のグローバルアジア研究科と合わせ、修士課程を1年含め5年間で修了することが、可能である。工学系においては、 全日本学生フォーミュラ大会で高成績を収めたこともある。また、平成27年度の可検費採択数は40件、新規採択、継続及び転入分を数える。奨学金制度は、毎年4月頃に、各学部、各研究科で募集が行われている。首都圏西部大学単位互換協定会協定の会長校である。スポーツに力を入れている。 柔道ではオリンピック金メダリストを輩出している。また、サッカー部は J リーガーも J1 レギュラープレイヤーを輩出したこともある。各選考に応じた教員免許上取得が可能な教職課程カリキュラムが設定されている。さらに学部によっては在籍学科を修了することで他の資格取得や受験資格を得られる。大学関係者は学生気質も以前に比べて 柔らかくなり、かつての、後派、右寄り思想というイメージは払拭されたと考え始めている。ウゴパンという学生向け情報誌が、年後回、4.69.1012月を予定各、キャンパスで配布されている。私塾国史館は、現用者の流れを組む、青年大民、団の思想を広める教育機関として設立された。紅専門学校。 現在のアジア大学と国士官専門学校、旧制における、高和科の関係は、高和専門学校の説に、高和科の藤原茂や、その他の教職員が加わっていたため、学校法人国士官及び国士官大学の、生死には、高和科が国士官専門学校より分離したと記述がある、設置申請者が、財団法人国士官であったが、赤自体は、独立経営であった。ただし、 学校は専門学校設置により、校赤は廃止となったのは事実である。国士館大学ではキャンパスごとに学園祭が独立開催されている。すべてのキャンパスが小田急線で結ばれている。全寮制として設置された学校の名残として、現在も下記の量が開設されている。過去に存在した量、いわゆる大学を頂点とする付属学校ではなく、 同一学校法人が運営する独立した学校の集合体という形態をとっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。